国立演芸場は東京都千代田区早草町の国立劇場の一部として1979年に開場した国立の演芸場、独立行政法人日本芸術文化振興会が運営している。1階には演芸資料館、2階には舞台と売店がある。公演形態は常席と中席であり、通常の寄せにはある、化石はない。なお、 原則的に昼の部のみであるが、夜の部が行われる日もあり、この場合は二回公演となる。落語協会と落語芸術協会が定席と中席を分け合い、各々出演者を配給している。どの協会が定席で、どの協会が中席かはその月による。なお、定席がない月もある。月に一度、国立名人会が行われる。かつての東方名人会と同様に、主演者は、 教会の垣根を越えて顔付けされる。開催日時はその月による。1月上席は新春国立名人会が行われる。毎月最終週の週末の昼間には出演者を若手に絞った花形演芸会が行われる。土曜日に開催されるか日曜日に開催されるかはその月による。2020年新型コロナウイルス感染予防のため。 3月1日から7月31日までの常席、主催公演はすべて中止となった。8月1日より感染予防対策をとり、定員を限定、また企画を一部変更して、主催公演を再開している。ありがとうございます。